日本代表、今のブラジル代表相手なら勝てそうな模様。今なら日本もブラジルに勝てるんじゃね？苦手意識あるから無理か？セルジオの心の拠り所が、アンチェロッテ辞めさせたくてストーコしてんじゃねえの。ブラジルは南米の中上位国相手には軒並み負けてんのか。マジでサッカー王国ブラジル地に落ちたな。ベネズエラにドローは痛いかもな。ブラジルと対戦してに分け11敗の歴史を塗り替えようぜ。コロンビアウルグアイの方が強いだろうな。ネイマールいないブラジル強くないよ。ボコるのは難しいだろ。ただ欧州のブラジル人選手の顔ぶれ見るにそこそこいい勝負にはなりそう。ネイマールビニシウスいないと何の怖さもないな。あいつらの弱点はメンタルだけで実力は日本よりも数段格上じゃね？三笘がミリトンに完封されてたの忘れたのか？勝てるかは別だけど勝てるかもって思えるだけ成長した。